試合が始まりました。テイラー・ホプキンス、まあ、改めてご紹介するまでもないと思いますが、ジャーメン・テイラー、チャンピオンが白、そしてクロン・トランクス、エクソキューショナーバーナード・ホプキンスです。どういう戦いを見せますでしょうか。まあ、前回の戦いでは前半がテイラー、後半ホプキンス、ホプキンスが追い上げたんですが追いつかずという展開でありました。ホプキンス今回は最初までいくか。おっとっとっと、揉み合います。お客さんヒートアップしています。第1ラウンド、この頭の後ろっていうのはですね、その、まあ、それを打つのはラビットパンチっていうんですよね、はい、それはもう反則なんですよ、禁止されてるんです。今回もテイラーファンというのはかなり入り込んできているようです。この映像は現地から届きましたものをそのままご紹介しています。現地映像に乱れがあります。ご了承いただきたいと思います。やはり浜さん、第一戦とは特にホプキンスの方に何か雰囲気というのが違いますね、違いを感じますね。どっから一発を決めようか、その状態を今見てますよね。もう最初から狙ってるというのはね、探ってるという感じがありありです。今ホプキンスの場合は、まず一発を決めるというやり方ですからね、一発を決めるために、細かいことをやりながらということはしない選手ですから、はい、どっから一発を決めようか、そこを今探ってるところですね。はい、一方このスピーディーなジャバーという表現も使われます。ジャーメインテイラー、そのジャブを使います。長いジャブを持っています。スピーディーです。まあ、テイラーが今左はそんなに出さないで今、構えてますけど、左をポンポン出しすぎるとホプキンスの右が合わせて飛んでくるというふうに思ってるんですよね。テイラーもそのあたりかなり気を使ってるわけですね。そうですね、だから中途半端には左出さないで、わけですよね。お互いに相手の出方をじっと見つめています。細かく相手を牽制しながら試合が進んでいます。第1ラウンドです。まあ、第1戦はですね、その115対113つけたジャッジが2人ですね、1人はホプキンスの勝ち、1人はテイラーの勝ち、はい、もう1人は116、112でテイラーの勝ち。そうでした。おお、2対1だったわけですよね。先ほどもおっしゃいましたが、ラストラウンドフォードさんがジャッジの方ですが、他の2人同様にホプキンスに与えていれば1対1のドローになったわけです。三者三様のドローになったわけですが、ところがフォードさんは逆の選手に、つまりテイラーにポイントを与えました。これで勝敗がひっくり返りました。まもなくこの第1ラウンド終了します。第1ラウンド終了しました。さあ、この第1ラウンドはどう見たらいいんでしょうか。あ、まずポイントを2人に伺っていきたいと思います。小泉さん、まずポイントから。まあ、こういうラウンドはですね、イーブンなんですよね。しかしですね、まあ、振り分けるんだったら、そのまあ、ジャブより出してたそのテイラーですね。テイラー、浜さん、私もテイラー絶対球です。はい、まあ、浜さんもちょっと差はつけづらいラウンドとお考えですか。まあ、両者フリーヒットはないですからね。そうですよね。落ち着いた表情を見せていますジャーメン・テイラー。ただこういうラウンドの時にホプキンスは打たれてないわけですからね、だから前回の計算失敗はそこですよね。打たれてないイコール取られてないというふうに思ったでしょうね。なるほどなるほど。ジャーメン・テイラー、ボクシング専門誌などの記事を読みますと、この人はシドニーオリンピック出た時に今話題のジェフ・レイシーと同じ部屋だったそうです。選手村の話ですが、それでですね、お互いがどちらがそのよりノックアウトその記録するか、はい、賭けをしたらしいんです。は、何ドル賭けたと思います。いくらですか。5ドル。かわいいもんですね。じゃあまあいいんじゃないですか。それでどっち勝ったんですか。2人とも同じ数だったらしいんです。あ、引き分けだ。引き分けなんです。あ、そうですか。金銭の授受はなかったんです。そこまで。ところがですね、まだあるんですか先が。そう、メダル持って帰ったのはテイラーだったんです。あ、そうですよね。はい、テイラーは銅メダルを持って帰りました。ジェフ・レイシーはメダルはありませんでした。ベストを確か8だったんですよね。そうですね。さあ、第2ラウンド始まります。ジェフ・レイシーのボクシングだとアマチュアでああいうボクシングすると結構反則取られますからね。あ、やりにくいでしょ。そういうことがあったのかもしれません。まあ、ジェフ・レイシーの話は置いておきまして、テイラーとホプキンス第2ラウンドに入っています。まあ、本当にテイラー、ここへ来ましてここ最近ぐっと力をつけてその勢いでチャンピオンになりました。
まあ、あのタイトルマッチのちょっと前あたりにはウィリアム・ジョッキーを完封したなんていう試合がありまして、シロントランクスのテイラー乗りに乗って、チャンピオンダッシュ成功したわけです。おこれはどうだ、これを狙ってるんですね、あのクリーズは、この右を、右のかぶせですよね、まあ、いきなりの右ですね、ダイレクトライトって言いますかね、だから左のリードつかずにその、まあ、省エネボクシングですよ、はいはい、チャンスがあったら右を決めようっていう、そういうボクシングですね、前回の戦い、おーっとっと、シャミンが引っ掛けられたところですね、両者、フリーヒットがない場合、ああいうふうにバランス崩すのは、ジャッジの目がいい感じには映らないですね。今ちょっとよく映らなかったのはホッキンスの方であります。タタラを踏んでしまいました。一発かわいいパンチを放ちましてインサイドからホッキンス外に出ます。いろいろやってみます。まあ、前回の試合というのは本当にこう、現役当時最強と言われたホッキンスにホープ筆頭のテイラーが挑むというファン垂涎のカードでありました。それが第一戦で結果はそのホープのテイラーがタイトル獲得。今回はそれを受けての新旧交代になるのかという大事な第2戦です、まあ、テイラーの挑戦まだ早いんじゃないかって言われたんですけどね、やってみたら番狂わせ僅差の判定だったんですけど、勝ってしまったですね、まあ、ホッキンスのおごりもあったのかもしれません、いろんな衰えもあったのかもしれません、いろんなことが加味されて結果はテイラーに出ました。今回はどうでしょうか。まあ、運もあったでしょうけどね、これ勝ってしまうとその若い選手っていうのは自信つけますからね。そうなんですよね、まあ、よく言ってることですが浜さん、はい、その運を手に入れるのもなんかこう勢いを持っちゃうのもね、まあ、本当に世界チャンピオン、本当に運ですよね。押し込んでいきます。今当たったラインですよ、バランス崩しているように見えますよね。見えますね、見えましたよ、ホプキンスのバランスを崩したように見えました。第2ラウンド、じゃあ浜さんから、このラウンドのテイラー10対9です、はい、まあ、テイラーの構成を買いますね。10対9テイラーです。お二方揃ってチャンピオンのテイラーに与えました。こちらがテイラーです。テイラーっていうのはいい顔してるでしょう、本当に端正な目鼻立ちの整ったハンサムボーイですよ。そうですね、だから本当に善玉と悪玉っていう感じですね。だからベビーフェイスとそのヒールですよ、こちらが、まあ、ヒールキャラクターのホプキンスであります。ヒールというのは悪玉ですね。まあ、顔だけ見ますと高校野という いいおっちゃんという感じなんですが、あんなマスクかぶってきたり、そのキャラクターに徹しております。まあ、前には顔着に入って、入場したこともありましたからね。やりすぎでしょという、ね、本当に演技でもないことをしますね、この選手は。さあ、第3ラウンドです。まあ、先ほどの続きなんですけどね、このテイラーはですね、女子のバスケットボール そのスーパースターと結婚してるんですよね。おだから、まあ、彼の人生というのは非常に、まあ、順風満帆なんですよ、オリンピックでメダルは取る、ね、プロへ入って連戦連勝、で、まあ、有名な女性アスリートと結婚ですね、まあ、そういう意味でですね、まあ、その世界タイトルも取ってしまってこの試合でですね、自分の運をもう再度試すわけですよね。まあ、本当に全米はじめ全世界が注目しているこのミドル級の統一戦、前回の第1戦というのは若干ではありますが、ホプキンス有利というオッズが出ていました。ただそれは結果は逆でありました、テイラーの勝ち。今回もかなり競ってはいるようですよね。そうなんですね、マイナス120対、マイナス105、マイナス120っていうのはですね、100ドルかけて手に入れるために120ドルかけないという意味なんですね。だから両者の一応確率は 1.2対1、もっと分かりやすく言うと6対5で、なんとホプキンスの方が有利なんです。6対5、今回はやってくれるだろうという人がホプキンスに票を集めたわけですね。まあ、やっぱり前回セーブして全部は力出してないということですからね、全部出したらホプキンスじゃないかというふうに言われているわけですよね。ここまでの展開、まあ、まだ序盤ですけれども、その肝心のホプキンスはどう動いているように見えますか。まず一発はどういうふうに入れようかですよね。ですからこの選手の本来のボクシングっていうのは採点も流れも関係ない、一発決めればそこでいいんだというボクシングですから、そういうところありますよね。向こう側ではデラホーヤもこの試合をじっと見つめています。
まあ、デラホーヤとこのホプキンス、クロントランクスの方はビジネスパートナーです。まあ、勝ってリング上でですね、歯を競った2人が今はビジネスパートナーですから ね、 そうですね。あれだけのね、デラホーヤ試合の上で屈辱をボディーブローで、試合落としたというあの屈辱を岸田にもかかわらずビジネスでは手を結びました。もうデラホーヤ今そのボクシング の、 そのプロモーションでは大成功なわけでしょ。いろんな選手そのチャンピオン持ってますね。失礼いたしました。その辺の懐の深さというのもあるのかもしれません。人間的にデラホーヤリング上ではあと20秒切りました。マルコ・アントニオ・バレラ、それからシェーン・モズレ、そしてこのバーナード・ホプキンス、みんなその自分のビジネスパートナーにしてるわけですから ね、 ね、どんどん左に打ってきました。あ、この辺の揉み合いも迫力があります。今の左フックはまあちょっと良かったんですけどね。ポイントどうしましょう。私はこのラウンドホプキンスに与えます。あ、初めてですね。私もホプキンス1対1です。お二方揃って挑戦者のホプキンスにポイントを与えています。こちらがホプキンス、40歳になっています。まずあの年齢ということをよく言いますけど、浜さん、はい、あの加齢すると年齢が加わってくるとどこにあの影響が出てくるのでしょう。まずボクサーとしては個人個人で違いますけどね。一概には言えない。まあ、私はホプキンスの場合は、まあ、ホプキンスだけに言うとですね、経験を重ねるがごとに楽をするようになりましたね。あ、それは、ね、ある意味長持ちするところもあったんでしょうけどね。年の功っていう面が全面に出てきちゃいましたもんね。タイトル取った頃の野獣みたいなところですね。あ、魅力の一つでしたよね。 それがやっぱり全体力使うわけですから、その都度その都度体力は消耗しますよね、はいはい、それが防衛重ねるがごとにやり方を分かったっていうんですかね。なるほど。前回なんかまさにそれですよね。でやり方ちょっと計算、右打ち落とした。テイラーだから相手が左出した時に右かぶせるっていうのはホプキンスの得意技なんですけど、それを今テイラーがしましたね。やりましたね今ね。っていうのはですね、そのセコンド、まあ、休憩中にですね、両陣営ともっと左出して手数出していけっていう指示だったわけです。それとあのテイラーの作戦としてですね、まあ、前回ただ一生懸命のところありましたけどね、やっぱり今回はホプキンスの出方を最初から予想したでしょうね。右を多く打ってくるというところで下がってしまうとこれに追い打ちをかけられると。だから最初の一発目で止めておかなければいけないということで、やっぱりリング中央で踏ん張ってますよね。ああ、そうですか。なるほどなるほど。お、ジャボ使い始め、おっとっとっと、狙いはこれか、当たりませんでした。やっぱりホプキンスが攻めに来ると強いと、攻めさせないということをやっぱりやってますよね、テーラー。でもテーラーこういう動きしますといいですね。やっぱりね、スピーディーです。ジャボを放ちながら右差し込んでいきます。もっともっとやっていいんじゃないですか、浜さん。どうですか、誰がですか。テイラーのこのジャブ、ジャブ、そして右、今度やりすぎると、ホップキンスの右が同時にかぶさってきますからね。あ、怖さもあるわけですね、だからやる場合は一発一発しっかりとした強いパンチをやってるんですよね、あの左ジャブでも、はいはい。またまたちょっと現地映像乱れております。現地からいただきました映像そのまま皆さんにご紹介しています。ご了承ください。まあ、この試合まだスタート段階ですけど、ホップキンスが自分がやろうとしているところをあの読まれてますからね、やりにくいところあるんですね。あ、まあ、珍しいですよ。おっとと、いいワン、ツー、あー、ツーは入らなかったかもしれません。いつもこういう相手の上、戦術的に上を行ってしまうのがホップキンスなんですが、テイラーに読まれています。まあ、今回はもう攻めに来るだろうと、右を狙ってくるだろうというのを、読まれた上でやってますからね。正気の上でやってますから、ホップキンスは。あと浜さん、この2人スピードだけで比べてみますとテイラーのがやっぱりあるんでしょうね。全体的な流れのスピードですけどね、これは、ただあのホプキンスの場合一発打つスピードというのはやっぱりあの大したもんですよ。また左突きながら右当てていきたいテイラーです。左当てました。細かくポジションを変えていきます。バーナード・ホプキンス、そしてテイラーも一緒です。テイラー左が使います。
第4ラウンド終了です。